ザ。ブチャブチャブチャ。やってくれるの。乗ってきましたね。はい、やっと。まあ今回も。はい。松尾さん。いやー、ね、楽しいですねもう。はい。いただきましたが、あのここからは技術的なことを少しちょっと聞いていきたいなという、はい、まっすぐとか、まあ、変化球、はい、いろいろあるよね。今引退してどんな球投げれる？今ですか？今で遊びとかでも投げるでしょ。はい、まっすぐ、チェンジアップ以外投げれます。チェンジアップ以外、はい、例えばまっすぐって言われるのもさ、フォーシームって言われるのどうやって？やっぱこう子供ってさ、はい、指広げるよね。あ、広げますね。あとこう手がちっちゃいって言ってこう3本で投げる子も。でもまあ普通の握りはやっぱ2本でも狭いね。僕狭いです。これあの1本分っていう言われてない？指1本分とか。そうです、結構言われるんですけど、僕はつけてこう思いっきりこうスピンかけないタイプ。はい。でカーブ、カーブはこうです。抜くタイプ、完全に。あの耳のこの辺で投げるイメージです。やっぱ抜くタイプです。抜くタイプ。あのナックルカーブ。ナックルカーブはあんま投げたことないんですけど、本当こういう感じです。そうだよね。はい、もうそれでそのままカッて投げるだけだよね。はい、いやそしたら普通のカーブってこう一瞬上に上がって落ちるじゃん。はいはい、でもナックルカーブってそのままビョンといくから。はい、バッターとしては嫌だというね。あ、はい、それは投げたことなかった。現役の時はなかったです。試したことあった。あの練習ではありました。あ、はい、で次はシンカー。シンカーは、シンカー確かにちょっとフォークの握りだね。そうやって握りですか？フォークの握りからちょっとこうずらして僕は親指離すの。すげえ。いや一応持ちますね。そう、支えるぐらいです。こうやって握る。え、それでどう投げる？どう投げる？中指はあまり使わないで、本当手のここで押し出してるように投げる意味。そりゃコントロールつかんやん。いや結構シンカーはコントロールしちゃった。自信ある。じゃあもうまっすぐここから押し出せるから。それでスピードつかんか。はい、こういう本当こういうイメージです。調子いい時はこの指もこうやって回すイメージです。あ、指も回す、回るんだ。すごいな。もう隙間がないもんなこれね。ちょっとちっちゃいから。ちょっといや手がちっちゃいから隙間がないから回せないよ。この進化はいつから投げられてたんですか？もう高校の時から。高校の時から。はい、それはやっぱ得意なボールだったの。得意なボールです。ほとんどまっすぐの進化。で他は？他はまあ普通にまあフォーク。それはもう進化を深く。そうです、深いバージョンね。はい、あとはカットボール、まあ、フォーシームの少しこうずらしてこう。そのまま投げる？このまま投げます。ただカットする？ちょっとカットします。スライダーは投げなかった？スライダー投げました。スライダーはこの2つの縫い目の内側にかけて。あれマイケンさんと一緒？マイケンと一緒です。一緒っすよ。はい、へえ。これでひねるではなくて切るイメージ。切るイメージ。滑らす、滑らすって感じです。まっすぐに近くこうひねらないでこういうイメージ。イメージ的にイメージイメージがイメージ通り、まあ、ひねるってなるとどうしてもこうパンってこう抜け、よく抜けてたんですけど、途中から気づいたんですけど、ひねると抜ける、抜けやすく、引っかかりやすく、 あと球速も少し落ちる。あ、なるほど。なんでこう真っ直ぐに近い状態でしっかりこう切るっていうイメージが。他にどんな握りがあったの？スライダー。チェンジアップ。チェンジアップは投げれないんですけど、チェンジアップってでも、まあ、よく OK ボールって、ね、ここに OK 作ってこういう感じです。そうだよね、はい、これは投げれない。これ投げれない。これなんで投げれないの？抜けるイメージしかなくて、まあ、あとはシンカーがあったので。ああ、あまりいらないかなって。確かに、はい。あとはシュートですね。普通にやっぱり縫い目を使うんだね。縫い目なんですか？今縫い目にかけない人がいるよね、結構。はい、そうです。ボールを抜いて変化させると。はい。本当今はこうバッティング技術がすごい上がってるので、こう
大きい曲がりよりかは小さいツーシームとかカットボールとかシュートとかの方が多分バッターは打ちづらいのかな、まあ、芯を外していく。そうですね、はい、まあ、効果的になって、はい、握ったはいいけど腕の振りっていうのは一定ではないでしょ。やっぱまっすぐはもうちゃんとカットで投げるけど、はいはい、まあ、カーブの時はちょっと腕の振りも全然変わってくるよね。 それが一定になるとやっぱ打者っていうのは打ちづらいと思います。そうですね、はい、でもその、まあ、カーブの時はこうひねるという、はい、そういう動作を加えてるよね。そうですね。シンカーの時は押すっていう動作を加えてるよね、はい、でスライダーは切るっていうイメージを、はい、だからその都度やっぱ腕の振りっていうのは角度だけは一緒だけど、はい、ここだけは違う。ここだけは違います。だからもう例えば小さい子供たちっていうかこれから野球やる子供たちに、はい、どういうこう手のトレーニングってした方がいいと思う。握力が弱いと本当に多いので、うん、普通にこう握力こういうトレーニングももちろんあるんですけど、あのお米あるじゃないですか、玄米のパン、ライスバケツって、はい、こういう握るトレーニングを、やらしてるの。これ赤でもここではやらせてないです、ね。まあ、お米用意できてないですけどあと僕ほんと繊細だったのかもしれないですけど、はい、ストレートの握りでもこの縫い目が逆くの字とくの字があるんですよ。はい、あるね。僕絶対逆くの字だった。そこも決めてたんですか。そこも決めてて、僕の投げてる時の映像とか見てもらえば分かるんですけど、こうボール返ってくるじゃないですか、はい、必ずボール見るんですよ。まあ、見なくても、でも手の感覚では覚えてるじゃないですか。でもさ、何種類かボールあったでしょ。あります。まあ、水野社、はい、なんとか社、はい、なんとか社、はい、やっぱ水野って投げやすい。そうですね、僕でも2、3年目までだったんですよ。水野は統一球になるまで、うん、そういう水野、例えば3種類ぐらいあって、3種類ぐらいあって何が良かった。水野は山高かったので、僕高い方が逆に投げづらかったです。ナスっていう。あ、ナスあった、はい、あのボールが投げやすかった。飛ばないしね。はい、あ、そうなんですか。いや、飛ばない飛ばない。なんでなんですか、やっぱ縫い目がない方が、あのスピンもバットの当たるスピンも少ないのかなって思ったんですけど。可能性はある。あります。で、一応統一球になって、もう行ってなって、山高くなったじゃないですか。だからやっぱ打者も有利なのかな、若干は思ってました。これ聞けないでしょ、なかなかね。聞けないっすね。まだ聞けないっすね。例えば水野でも高いボール、そうでもないボールっていうのももちろんあるんで。なるほど、はい、感覚なんですね。あとはよく揉まれてるか揉まれてないかとかね、はい、あるの。面白いっすね。まあ、あとはこう打者が打つじゃないですか、で帰ってくるじゃないですか。だいたいバッターから打つとボールってへっこんでるんですよ。はい、逆に僕はそれを利用して投げた時もあります。あ、じゃあ変えるの嫌だって。変えるの嫌だ。なるほど。例えばファールボールはボタ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 ってファーストを取って、はいはい、あ、くれくれっていうタイプだった。そうそう、はい、やっぱそのへこんでるとちょっとこの変化が、やっぱ変化が変わったりとかこう不規則になるんで。なるほどね。面白いっすね、それ。例えば打たれたとしても、はい、そのへこみ具合でやっぱ回転も不規則になって、うん、飛ばないとか、はい、なるほど。いや、面白いっすね。面白いですね。ピッチャー特有ですよね、こう。そうっすね。大概変えられるんですよ。ああ、やっぱ打者も、ね、例えば少しピッチャー投げて、長番とかするじゃないですか。はい、すぐ変えられる。あ、変えてっていう。へー。特に、ラミちゃん。変えるな。こうやって指さす。絶対。いや、もうすぐ変える。いや、それなんでかっていうと、ちょっとでも汚れがついてると、はい、その回転に汚れが混じって変化するんじゃないかっていう疑いになってくる、はい、あ、なるほど。だから変えてくれって。はー、だからそういう一つの情報でも、あ、このピッチャーはナスがいいんだと、水野の高いボールをじゃあ集めるとか、もうそういうこともできる。はー、相手が相手のチームが出すわけ。ビジターだったら、ホームの時は例えば増渕が投げるって言ったら、那須のボールをちょっとお願いしますって言ったことあるでしょ。そこまでない。言えなかったですね。
言いたかったです。言っと考えそこはやっぱりこの性格が出ちゃいましたね。でもその駆け引き面白いですね。やっぱりそういうことまでこう深く考えていくとそうだよね。はい、面白い。まあ、例えば3つあるんだったら絶対反発係数っていうのはね、その会社によっては違うから、例えばジャイアンツがパンパンホームラン打ってる時なんかは、いやもうこのボール限定でいこうみたいな、そういうこともある。でもプロ野球の選手だったらボール3つがあって握らせたら会社名当てれるよね。あ、それ聞き、聞きボールやりましょう。聞きボール。いやだからもうソミリエみたいなもんだよ。3本のソムリエ。これで分かんなくて。でもその握りだけで分かる。面白いですね。面白い。やりましょう。それで外れたらちょっと恥ずかしいですね。外れてもいいんだよ。これはちょっとこっち寄りだなみたいな。あ、はい、まあまあそういう握りからね、はい、ボールのあれこれね。面白かったです。ありがとうございました。